出発するよ。万里の道を行き、友達を作る。それが人生にある二つ。人々が身を寄せてる一隅の小ささは大切。大丈夫だよ。
っちも強くなればいい。心配ないよ。術で三色の水雲を断つ。無常自在門リース賞勝たせてもらったよ。この戦闘、私たちは勝たなければいけません。やはり私を頼るんですね。弱すぎ。
任務完了。次の場所に行きますよ。手動操作開始。反応検査一掃します。安全装置解除します。
特殊次元転換、重装を下げ、永久配置、重装を下げ、火力援護切る。引力構築、ビジブラック放射、弱点確認、デフォルトモジュール起動。安全装置解除し、火力連携構築。エネルギー解放、全エリチャージ、ワン、ツー、ファイヤー。搭載武装、ファイヤー。反応検査、一層つまり予備エネルギー起動。エネルギー解放、進む再現、空間転移開始。エリア展開、目的射撃します。ブローニャはみんなを未来に連れて行きます。私は今まで多くの人から愛というものを学び続けてきた。それは一種の本能だという人もいれば、複雑で精密な技巧だという人もいる。どちらの言い分にも私は賛成であり反対だ。ただ私自身の考えを言わせてもらえば、愛は学べるものだと信じている。いつか私たちは熟練して、その本当の姿が見えるようになる。だが、お前も知っているように、学習とは奇妙なものだ。参考にする対象が多ければ多いほど、最後の結果が異なってくる。言い方を変えれば、ああいう変わらない愛は、むしろ危険な自己満足になるんだ。一体何が言いたいの？今のお前は本当に気が短いな。この話に興味がないのか、それとも私に興味がないのか。いいわ、あなたの話をしましょう。例えばあんなに勉強したのに
結局は子供を騙して月に来させた話とか。結果的にはお前たちと一緒にいるよりマシだっただろ。あの子たちは偽りの夢にとらわれることなく、貴重な新人類として世界を手にした。長い間私が責任を果たせなかったせいで、あの子たちは互いに助け合い、自分たちの力で生きていくしかなかったが、今後そういうことは二度と起こさせない。ヨルムンガンドとお前たちのどちらが勝ってもだ。ワタリガラス、この話子供たちに伝えたことはあるの？まさか。それじゃあ矛盾してるだろ。いつかそんな日が来るかもしれないが、そういう生きるために不必要なコツを私は教えたくない。もちろんあの子たちが覚えたとしても、それを使う日が来ないことを願ってる。結局あなたも成婚計画の正当性は認めてないってことね。それでも成婚計画に従うことが。だからあなたは成婚計画を守る人間として私の前に立ち続けるつもりなの？そう攻撃的にならないでくれ、ライデン家のお嬢様。何が。それに成婚計画が始まる前に子供たちの生活を保障してくれたのはヨルムンガンドだ。そして成婚計画が始まった後、子供たちに光あふれる新しい世界をくれたのも。お前が私の立場だったら何を選ぶ？誤解しないでくれ。お前に分かるわけがないなんて子供みたいなことを言うほどバカじゃない。ただお前は闇の中を通っただけで、最初から最後まで光に属する人間だ。だからやりたいことがあるなら思い切りやればいい。ヨルムンガンドが私に与えた任務の中に相手全員の説得なんて含まれてないしね。じゃあどうしてまた私の前に現れたの？しかもよりによってここに。言っただろ、本当に偶然だったんだ。機嫌が悪くて少し気分転換しようと思ってきたら、落ち込んでる誰かさんに遭遇したってわけさ。こんなところで気分転換？誰が形勢を握っているのか忘れないでくれ。ヨルムンガンドにとって誰も思わないだろうな。その港が存在する理由が。ライデン・メイ、お前に比べれば私の方が行き場のない人間だ。ずっとそうだった。個人所有の島なんてあなたにとっては難しいことでもないでしょ。からかうのはやめてくれ。私は救世主の追従者。彼が世界を滅ぼし新たな世界を作るところを見届ける。その気になれば大陸の主になることだってできる。しかしライデン・メイ、お前は私の過去を耳にしたかもしれない。あの島が沈んだ後、私がどれだけ現実を嘆いたかを。ただあの時夢が叶ったと仮定して、本当に私にとっての全てがうまくいっていたと思うか？それって永遠に実現できない理想の方が良かったって言いたいの？そんなにはっきり言わないでくれ。だが今回犠牲になった人たちだって同じだ。毎日希望のない理想で自分を励まして、何の意味があるのかわからないことをしながら短い人生を送る。傭兵、バーテンダー、そして別荘のある島、その全てが私の生き方であり、私の人生にとっての毒でもある。しかし幸い私を先生と呼んでくれる人もいる。話を聞いているとあなたは夢を見る側に向いているように思えるけど。自分でもそう思うよ。
私は夢を見ない人間だ。いや、私が孫子のように特別だというわけじゃない。お前も成婚計画が人々に与える夢を知ってるだろ。全ての人の幸せを一瞬で結びつけ、互いに共有する。正直に言って、他人にとっての幸せが私を満足させられるなら、今みたいに部外者のままでいると思うか？部外者ね、適切だと思うけど。それであなたの気分転換は終わったの？なんだ、もう私のことが嫌になったのか？悪いけど急いでるの。いいだろう、もうお前の時間は取らせない。ライデン名誉嬢様、じゃあな。今のところお前の2勝1敗だが、私だって負けたままでいるつもりはない。敵を甘く見すぎると痛い目に遭うかもしれないぞ。それならさようならって言えばよかったのに。それであなたは最終的に勝利する側につくつもりなの？結果が受け入れられるものなら私の立場はどうだっていい。大蛇がよく言っているように、人は誰もが本物の自由を恐れている。それに新しいものを忌み嫌うのは渡りガラスの習性だ。相手にならないって言ったでしょ。少なくとも今回は誰かに強いられたような状況じゃなかった。そう、お前の3勝1敗だ、お嬢様。これから挽回する機会があるといいんだが。行け。まだ理解できてないんだけど、結局あなたはどうして私に会いに来たの？だから偶然だって。その偶然が誰かに利用されないとも限らないが、私としては本当にお前と話がしたかっただけだ。人はそういう生き物だろ。心にしまって言わないと決め込んでいたことを、いざ誰かに打ち明けようとした時に、初めて聞いてくれる相手がいないことに気づく。ねえ、渡りガラス。は？やめておくよ。お前は世界を救いに行くんだろ。それは若者だけが目指し、若者だけが成し遂げられることだ。私は年を取りすぎたのかもしれないな。世界が自分を救ってくれるのを待ちたいと思うなんて、お前が本気なら未来で私を釈放できるようにうまくやってくれ。ああ、そろそろ時間だ。時間？おや、忠告するのを忘れていたな。時に肉体の疲れのせいで精神にもボロが出やすくなる。渡りガラス、あなた。なんだ、これでお合子だろ。お前は私に2回多く勝った。だから私もお前を2回眠らせる。あなた、
最後の仕事が終わった。そうだ、しかし君は円満退職できなくなるだろう。先ほどの反逆行為を鑑みて、君をヨルムンガンドから除名することにした。反逆？冗談だろ。確かに君はやるべきことをしたが、話すべきではないことも口にした。私の目には君は彼女にヒントを与えるためにあえて任務を引き受けたように見える。お前は私が今まで見てきた中で一番つまらないハイヘビだな。それで運よく彼女が永遠の眠りに落ちたら、今までの付き合いに免じて見逃してやらなくもない。しかし君の助けによって彼女が逃げたとしたら、もう少し手間をかけて少し先の未来で君たちを同じ場所に埋めてやろう。へえ、お前も優しくなったもんだな。いつ機械の恋人を作るんだ？冗談だ。彼女は夢にとらわれない。ウサギはとっくに試しただろ。もう彼女に本当の自分と向き合ってもらったとか言うのもやめてくれよ。そういうなぞなぞは時代遅れだぞ。彼女に本当の自分と向き合ってもらった。まあいい、その機械頭やっぱり気に入らないな。じゃ他に用がなければ。結果が明らかになる前にせいぜい逃げるといいさ、ナターシャ・キオラ。今は君もヨルムンガンドの敵だ。お前たち機械頭以外、ヨルムンガンドにはもう誰も残ってないんだろうな。どうやらこれは単なる夢じゃなさそうね。成婚計画の本質から考えると、もしかしていい夢を見せるための素材が足りなくなったとか。ブローネちゃんやデュランダルさんの行動に予想外の成果があった。それとも私の手料理まずいわね。お父様、お父様。え、自分で料理を作ったのは召使いがいなくなったからじゃないのか、お嬢様。誰もあんたと一緒にご飯を食べたいなんて思わないわよ、この犯罪者の娘。ヨルムンガンドは私を、
あなたたちの言葉なんて気にしないわ。でも少しは身の程をわきまえなさい。私はいいの。メイ先輩が無事なら。キアナちゃん、長空誌でのことかしら。それがあなたたちの目的なの、ヨルムンガンド。他人の幸せを共有するより自分の人生に残った開墾を自らの手で取り除く、その方がより人の心を惑わせる夢になる。渡りガラス、やっぱりあなたは黒幕の駒に過ぎないんでしょうね。何が夢を見ない人間よ。キアナちゃん、危ない。私の後ろに下がって。影武者、瞬戦。いいでしょう。うわ、やっちゃった。大丈夫。私も少しは役に立てるよ。キアナちゃん。あのね、キアナちゃんが手伝うことをやめてたら、もうとっくにご飯を食べられていたはずなの。ういだって本気で料理を覚えたかったんだもん。お皿洗いだけじゃつまらないし。わかったわ。確かにキアナちゃんも成長してるものね。じゃあまずはこれを洗ってほしいんだけど、手はまだ痛む？うん、もう大丈夫。まあそうだ、このブレスレットって水につけても平気だよね。メイ先輩がくれたものだから。キアナちゃん、変なこと言わないで。アキアナちゃんにはいろいろあげてるし、どれもそんな風に大事にしてたら何もできなくなっちゃうわよ。それもそうだね。ああそういえば、今ネットで話題になってるよね、あの天命の大主教が崩壊の存在を公開したって。ええ、私も見たけど、そういうのは信じない方がいいわ。実際もう崩壊絡みの詐欺が何件も起きているみたい。私もう子供じゃないんだけど。でも
確かにいろいろと言われてるよね。世界の終わりが来るかもしれないとか。メイ先輩、もしそれが本当だったら最後の日は何をして過ごしたい？え？そんなこと私たちの生活には関係ないでしょ。天命関係ないから話のネタにするんだよ。そうじゃなきゃこんなことを話題にしようとも思わないもん。それに私たちが若い頃だってなかなか壮絶なものを見たよね。キアナちゃん、別に今だって老けてないでしょ。ちょっと考えたんだけど、もし本当に最後の日が来たら一緒に世界を救うっていうのはどう？何を言ってるの。私たちはニュースに出てたあのデュランダルさんとは違うのよ。やってみなきゃわからないのに。じゃあメイ先輩は？メイ先輩は何がしたい？不可能なことを考えても意味がないでしょう。それにいいことでもないわ。でももし本当にその日が来たら。わあ、新アラハトが始まるよ。メイ先輩ちょっと待ってて、少し音を大きくしてくる。リモコンは？もし本当にその日が来たら。メイ先輩何か言った？何でもないわ。キアナちゃん、一体何を洗ったの？イチゴは卵の炒め物には使えないわ。試してみるのもダメ。世界の真相や最後の勝利なんて気にしない。俺はただ死ぬ時は誰かに抱きしめられたい。そうね、もう十分でしょ。出てきなさい。やっと気づいたのか。しかしまた私に会えたというのにその態度か。お互いをよく知る者同士、遠慮する必要はないでしょう。それに今までのあなたの挨拶だって別にフレンドリーとは言えないわよね。雷の律者というより私自身の成婚の意思。お前は救いようのないバカではないようだな。成婚計画が私に教えてくれた知識のおかげよ。何しろ成婚計画のメカニズムから考えれば彼らが呼び覚ませる人格は相当限定されているはずだもの。聞いたことがあるの。お父様がコンケストジェムを私の体に埋め込むことに同意したのは、そうしないと私の命を助けられなかったからだって。ただあなたがあまりにも自然に現れたものだから、私も自分の中にある
もう一つの声は律者のものなんだって思い込んで今まで気づけなかったけど、その前に私は不完全、あるいは自傷してしまう性根覚醒者になっていた。そうよね。そしてあなたはそういう病が無害化された後の産物よ。愚かな独りよがりだな。それなら簡単に説明できる。不幸にもお前の母親の癌がお前に遺伝してしまった。あなたは私が知ってる他の律者人格とは全く違う。私たちに多重人格になるような過去はない。それに律者人格なのにどうしてあなたの執着はキアナちゃんだけに向けられているの？あなたと比べるとあの四季の律者の方がずっと凶悪に見えるわ。勘違いするな。お前が無能すぎて見るに堪えないだけだ。それにお前だってエリシアと知り合ったのだろう。あなたとエリシアにも大きな違いがあるわ。もう長い付き合いになるけど、あなたのことは結局よくわからないままだった。裏を返せばそれはあなたも同じことでしょう。何をバカなことを。一人前になったからといって私に喧嘩を売ろうとしているのか？あなたが私のことを理解できているならあんな不器用な方法で挨拶したりしないはずよ。人生をやり直すなんて想像、論理的じゃないだけでなく、あなたが私やキアナちゃんのことを何も知らない証拠だわ。それだけにどうしても考えてしまう。部下の後、あなたは一度消滅した。だから成婚計画で再現された時、あなたは私の知識だけ受け継ぎ感動を得られなかったんじゃないかって。ザレ言。それがお前の欲しているものではないと胸に手を当てて言えるか？言えるわ。私が力を全てをお前に渡したのは何のためだと思っているんだ？キアナちゃんのためでしょ。だからこそ成婚計画が私たちに与えてくれたものはちっとも足りないの。あなたが困惑しているのはまだキアナちゃんのことを十分に知らないからよ。一人の運命はその性格にある。この言葉の意味を理解してみるといいわ。例えば世界の終わりを前にキアナちゃんがすることはただ一つ、それを阻止することだけよ。結果なんて関係ない。それが彼女の生き様なの。それはお前が無能すぎるからだ。お前には問題を解決する能力がない。だから相手が犠牲になるところを見ていることしかできないというのに、それを相手の生き様だと。お前は本当に救いようがないほど育児がないな。あなた本当に長く眠りすぎたみたいね。今この瞬間も私たち二人の中で育児がないのはどちらか。ここに来る前ある友人に会ったの。彼女は歯医者として現れ、自身を戒めに私にあることを教えてくれた。それはどんなタイプの愛も機械的な理念ではなく尊重に基づいた理解であるということ。本音を言うと余計なお世話だと思ったけど、でもそれすら理解できないままだったら私がキアナちゃんの元に戻ることはむしろ間違いでしかない。そしてあなたが見せた実現できない可能性も。動機はどうあれキアナちゃんの人格を軽く見ているだけでなく、かつてエリシアが私に見せてくれた全てを侮辱するものよ。その口調。お前英傑と同じ道を歩んでいることを自慢に思っているのか？自慢してるつもりはないけど、
別に悪いことでもないでしょ。あそこを離れた後、私は何度も考えたの。意志よりも私は力の面で彼らと近い場所にいる。それなら自分を彼らの生徒だと思ったっていいでしょ。どこまで愚かで弱いのか。死が敗者ならば、その生徒も同じ道をたどることになるだろう。英傑たちが敗者かどうかは置いておくとして、たとえそうだとしても、授業の敗者は必ずしも人格的に先生に向いていないとは限らないわ。世界は広い。運命という視点から見れば、大多数の人々はただの過程でしかない。私にとって、英傑たちと同じように、私が目指しているのは出過ぎた行いをすることではなく、自分の全力をかけて最善を尽くすこと。運命にピリオドを打つ人が誰であろうと、そんなことは重要ではないの。重要ではない？キアナこそがピリオドを打つものだと思っているくせに。思うじゃなくて、それが現実なのよ。あらゆる面において彼女が一番ふさわしい。お前、もう彼女を止めるつもりはないのか？彼女を失い、すべてを失うことになると分かっているのに。もちろん、そうならないように努力はするつもりよ。でも、それは立ち止まる理由にはならないわ。人は生きていく中で、いろいろな問題に遭遇する。そして、問題に向き合うたびに、リスクを背負うことになる。ただ叫ぶだけで、いきなり自分の実力以上のことができるようになるわけじゃない。何もできない。これだって、自分の問題から逃げていい理由にはならないわ。私にとって、キアナちゃんは今でも世界の原点よ。でも、だからこそ、私の求める人生より、彼女の求める人生の方が、ずっと大事なの。あなたが見せた未来は、あくまであなた個人の弱者の幸せでしかないの。キアナちゃんは、もう昔のキアナちゃんじゃない。私だって同じよ。お前は、かつて交わした約束を忘れてはいないだろうな。もちろん、この世界なんかよりも、キアナちゃんの方がずっと大事。だからこそ、勝手に相手の人生を決めつけるわけにはいかないわ。彼女にとって、より良い状態にならないと、私たちの努力も、ただの皮肉にしかならないでしょう。たとえ危険にさらされ、茨の道を歩むことになったとしても。たとえ危険にさらされ、茨の道を歩むことになったとしてもよ。私は私のやり方で最善を尽くして、彼女が危機を乗り越えられるように協力する。いいだろう。お前の言う通り。私は虚勢を張り、立ち止まる存在かもしれない。しかし、だからこそ。ライデン・メイ、私たちは本当の決着をつけなければならない。本当の決着ね。いいね、あなたの望む通りにしましょう。その度胸、悪くない。仕分かれて3日なれば、すなわちまさに刮目して愛待つべしよ。どう？この戦いはあなたを満足させられたかしら？
どうだろうな。なんだ、そんなに私に自分の過ちを認めさせたいのか。そこまで言ってないでしょ。でもあなたが拳で問題を解決したいって見ての通り、今の私はより強いわよ。それは謙遜しているのか。事実を言ったまでよ。それにあなたは私のことを理解してないって言ったけど、それは当然のこと。自分自身のことなんて完全に理解できるはずがないもの。それは誰だって同じよ。何をふざけたこと。あら、もう忘れたの？あなたが現れる前からライデン・メイは今のあなたにそっくりだったわよ。そうでなければ最初から女王なんてあだ名をつけられるわけがないでしょ。他人に優しいと言われる私は、むしろショックを受けた後に現れた守りの人格。そうね、そういう意味では後に現れたあなたよりも私の方が後から来たことになるわね。自分が何を言っているのか分かっているのか。軟弱な守りの人格。でたらめを言う前に辻褄を合わせた方がいいんじゃないか。言ったでしょ、誰だって自分のことを完全に理解できるはずがないって。これはあくまで私自身の感覚の話だから、あの時点ではあなたのやり方が一番合理的だった。人はいつか子供時代に別れを告げなければならないわ。でも優しさと残酷さは共存できないわけじゃない。むしろプロメテウスが言っていたメイ博士のように、人は残酷になってこそ自分の優しさを守る機会を得られるものなの。くだらない。私たちはもう十分遠回りしただろう。ここに来た私とここを出る私には何の違いもないわ。でも一応自分の起源に戻ったわけだから、なんとなくあることのリハーサルみたいな感じがするわね。なんだ、まだあのことを諦めていないのか。当然でしょ、美しいものは完全に消えることはない。これが今の私の心情よ。例えば私はあなたに別れを告げるつもりはない。私たちはもともと表裏一体の存在だもの。私が信じた美しいものはあなたと共にある。あの夢は正確に言うとお前を見下したわけではない。分かってるわ。あなたというより私自身があれを最高の未来だと思うはずがないもの。本当に傲慢で人類をよく理解していないのは別の誰かなのよね。今の話はほとんどそいつに向けたものだと思ってくれて構わないわ。自分自身のことを完璧に理解できるはずがないって言ったけど、ちゃんと説明すればあなたは理解してくれるはずだって信じてる。あなたは何があってもライデン・メイなんでしょ。いい、実にいい。お前が大人になったのならあの虫けらを切り裂きに行くといい。ライデン・メイに恥をかかせるなよ。じゃあな。私たちって本当に頑固よね。
国から。聡明だ。あんな風に乱暴に人類を理解するのは人でないものだけだと思うわ。それにしてもあなたって本当に暇なのね。孫主に怒られるのが怖くないの？別に怒られるようなことはしていない。あなたが試した技術についてケビンは知らないんでしょ？君は珍しい実験対象だ。あのゼーレという少女は聖魂の意志から独立していたが、君はまだ混沌の中にいる。天命の二人のエスキュー・バルキリーに関しては彼女たちの覚醒は特殊すぎて症例として不十分だ。まさかあらゆる覚醒者の聖魂の意識を呼び覚まして彼らの元の意志に取って代わらせるつもりなの？そうすれば聖魂計画が成就した後の世界は速やかに繁栄することができる。孫主は気にしていない。それはつまり、しかしこの実験は失敗に終わったようだな。人類はあなたが思っているほど簡単に支配できるものじゃないわ。それで、渡りガラスは？彼女はヨルムンガンドに追われることになるだろう。私が君を処刑した後にな。面白いことを言うのね。ほう？あなた、私自身との会話を聞いてたんでしょ？ああ、あの虫けらを切り裂けとか言っていたな。しかし彼女は気づいていないようだ。自分こそが鉱石の採掘の際に生まれた廃棄物だということに。私にとって変わらせるつもりなんじゃなかったの？そうだ。だが先ほども言ったように実験は失敗に終わった。それならこれ以上埋没費用に気を使う必要もない。なるほどね。ケビンがあなたを聖魂計画の防衛線にした理由が分かったわ。あなたは確かに冷静でハイヘビの中でも人間性に欠けた部類なんでしょ？お褒めに預かり光栄だ。聖魂計画の最も堅実な守護者としてそれ以上の肯定的な言葉はない。そしてその見返りに私は先ほどまで君たちに対する基本的な礼儀を守り、君たちがどんな犯行をしようともこの星で起きることは全て聖魂計画の監視下にある。君がここまで深入りせずに聖魂計画の根源を揺るがそうとしなければ君や君の仲間が何をしようと私は大目に見るつもりだった。これは孫主の意思でもある。何しろ対局とは無関係だからな。適度に異議を唱える者がいた方が聖魂計画も長続きするかもしれない。しかし、君はよりによってここに現れた。君たちには十分な自由を与えたというのに、なぜそんな風につけ上がるのだ？ええ、なぜでしょうね。旧友の思いを正しく理解できずに、運に任せてバックドアを探して、
結局全てが徒労に終わった。どうして私はここにいるの？確かに私はそう考えていたわ。でも今あなたが答えを教えてくれた。今あなたは私を恐れている。そうでしょ。すぐに刀で語ろうとするのは君の悪い癖だな。あら、もう逃げるつもりなの？適材適所というだろう。どちらかというと私は管理や調整が得意なんだ。実際の後始末は道具に任せてもこと足りるだろう。強風よ、私に服従しなさい。制服の雷電、やはりその名にふさわしいだが君は自分の立場を理解していないようだ。この声どういうこと？どうやら実感できたようだな。君たちは最初から聖魂計画の支配下にいる。もはや逃げ場などない。困惑しているのか。君たちの一方的な人助けは人類に認められていないらしい。神話になる雷の律者、君が向き合っているのは私や君自身の心だけではない。君たちが必死に解放しようとしている人類の夢だ。なるほど。聖魂計画を編み出す存在がいる以上、それを編むための針と糸も必ず存在する。だから聖魂計画を支える礎石として、人類の夢も当然この空間の中にある。また切らないといけないものが増えたわね。ライデン・メイド、いくら君が強くても多くの人々の弱さや卑小さは隠せない。わかるか？君は今彼らの唯一の避難所を壊そうとしているんだ。いささか身勝手が過ぎると思わないか？どうやら彼の弱点も。ハイヘビ、あなたは律者というものが何なのか忘れてないわよね。ここはあなたの口癖を送るわ。破滅、そして神聖へ。どうやら私の策にはアナリーツ社とは純粋な概念、そして純粋なものは君たちが関心を寄せる善悪とは関係なく、これはだからこそ君たちは永遠にエリシアが自身を犠牲にしてプロメテウスが崩壊の意志になったとしても、虚数への道は眉に占拠されている。分かったか？今の君の行動と同じよう、君たちは常に人類の征服者であり、人類にとって私たちより劣る存在かもしれない。あら、戦術を変えて言葉で時間を稼ぐことにしたの？どうやら君は私の言い分に異論はないよ。
あなたって本当に自信過剰なのね。でもここであなたを切ったところでまた別のハイヘビが現れるんでしょ。理性的な判断だ。いいわ。時間稼ぎがどちらにとって有利なのか比べてみようじゃない。虚勢を張っているのか。ハイヘビー、あなたはこの話を知ってるかしら。昔ある老人の家の南側に二つの大きな山があって、彼の家に続く道を塞いでしまっていた。ある日老人は息子たちと共にその大きな山をクワで崩して別の場所にすると、隣人は彼を嘲笑った。老人と息子たちだけで二つの山をどうにかできるわけがない。でも老人はこう答えた。私が死んでも息子がいる、息子が死んでも孫がいる、子々孫孫まで続ければいい。二つの山は確かに高いが今より大きくなることはない。掘れば山は必ず小さくなる。それならいつかは成し遂げられるはずだって。君の知能は小学校の教科書レベルなのか。言っておくが、その老人は自分の力で奇跡を起こしたのではない。神を感動させたことで奇跡が起きたのだ。最高の皮肉だと思わないか。それは神様をどう定義するか次第ね。私の仲間たちはすでに自分の行動で証明したわ。美しい世界を守るために戦う、それはただのスローガンなんかじゃない。この道を歩き続ければいつかこの道を歩いた人はこの世界の本当の神様を、人類そのものを感動させられるはずよ。それで時間稼ぎが誰にとって有利なのかまだわからないの。うまいことを言う。見せかけの前向きな考えを貫き通せば、いつか人類の多数派になれるとでも思っているのか。あなたは勘違いしているわ。これは私の考えじゃない。これは十三英傑の人生そのものよ。ヨルムンガンドは英傑の失敗ではなく彼らの勝利を続けている。雷の律者、君は偉大なる刻印を浪費しているだけに過ぎない。愚行遺産の伝説も所詮は笑い話。無謀なものはトローに終わる運命だ。ひとたまりもないわね。そうか、こいつは人々の夢から生まれた巨樹の残骸。霊魂空間にある人々の夢が続く限り、こいつが消えることはない。人類は甘い夢を捨てられない。たとえそれが壊れやすいものだとしても。分かったか。君が対抗すると決めたものは人類の最後の選択だ。人類の選択です。無謀な衆の選択の間違いでしょ。ハイヘビが沈黙した。強風に私に服従しなさい。
私に服従しなさい。自殺しているの？終わったわね。何か言うことはないの？違う。君じゃない、君たちじゃない、君だったのか。これは以前の接触のせいか、私は子供騙しの発言にはめられたのか。まあいい。生死不明の裏切り者より生きている裏切り者の方が厄介だ。私たちは先進的な生命だ。人類に学習してもらうことが彼らを進化させる唯一の正しい方法だ。バカバカしい。君は誰を解放できると思う？愚か者め。世界を動かしている執行者にはそもそも子供時代などない。ハイヘビの体が実存主義とともに壊れた。でもどうして？他のハイヘビも現れない。これは終わったってこと？ライデン・メイさん、あなたですか？ええ、こちらライデン・メイ。ディランダルさん、成婚計画に新しい変化でもあったの？こちらは少しいいハプニングがあった。私も理解が追いついてなくて説明するのは難しいけど、とにかくハイヘビが故障したの。もう私たちの邪魔をしてくることもないと思う。先ほど聖魂空間にかかった霧が一瞬消えたので、今まで隠されていたあなたとビーコンの反応を旋回地上で補足できました。私たちが理解しているかどうかは別として、以前のブローニャさんの強制停止とは異なり、今の聖魂計画の網は自発的に変化しています。でもあのビーコンは思ったほど役に立たなかったわ。あれは過去から未来に宛てた手紙だった。起源の権能に関連する実際の機能はなかったの。待ってください。これはメイさん、性質不明の領域があなたのビーコンに高速接近していて、2つの信号の波形は酷似しています。何で？このままではあなたたちの空間が融合してしまいます。
ラムダ特別放送局の限定中継だよ。集中してるメイちゃんの邪魔をしないように、この撮るに足らない臨時番組のことは彼女に知らせないでおこう。ハイヘビたちがどんな未来で生まれ変わるのかはわからないけど、きっと彼らの期待を裏切らない未来だと思うな。そう、私はハイヘビたちの仲間割れを予見して、その瞬間を早く実現させるために片方にちょっとした賄賂を送ったの。文字通りの賄賂をね。でもそういう細部を含めて、あらゆる未来は人類が一緒に作った結果なんだよ。たとえ明日へ向かう途中で道に迷ったとしても、彼らが築いた歴史と憧れた未来が北極星となって彼らを導いてくれる。メイちゃんもキアナちゃんもブローネちゃんもデュランダルちゃんも、彼女たちはそのために立ち上がって戦い続けてきた。だから優しい人たちへの報いが少しでも早く訪れるようにするのって別に不正とかにならないよね。一時的に全ての人を騙したり、一部の人を永遠に騙したりすることができたとしても、全ての人を永遠に騙し続けることはできない。言い方を変えると、いわゆる対数の法則と中心極限定理ってやつだね。あ、もしかして簡単なことを分かりにくい概念で説明しちゃったかな。じゃあ一旦概念の外郭を捨てて、心の奥底にある真実を感じてみよう。楽しい時は自分の心を見てみて。あなたを楽しませることは過去にあなたを悲しませたことでもある。悲しい時はもう一度自分の心を見てみて。あなたを悲しませることは過去にあなたを楽しませたことでもある。中には楽しみは悲しみに勝るっていう人もいるけど、逆に悲しみの方が偉大だっていう人もいる。でも私に言わせてもらうと、その二つは相互補完の関係だと思うんだ。二つともあなたの生活の中に同時に存在している。どちらか片方があなたのそばに座っているとき、もう片方はあなたのベッドで眠っていることを忘れ、何か言ってくれないの、ビルビー。チューリップね。初めに起きた物語。広い宇宙の中で人類の文明は未知の存在と交わった。異質な抱擁は痛みをもたらし、人類は自身の天性をもって相手に応えた。そして数えきれないほどの輪廻の後、神聖の意志が誕生した。
ここが本当のバックドア。いいえ、これはまるで私自身の心のしこり。ライデンの剣士、タイロを断ち切る覚悟はできたか？お前が向き合う敵の覚悟はお前よりはるかに強く、その執念は幾万年も超えている。お前たちの目的は一致しているが、共に歩めない運命にある。お前は彼の意志に挑み、彼の使命を葬り、彼の存在に終止符を打とうとしている。その覚悟はできたのか？もちろんよ。かつての私はある人を守るために武器を取り、そのせいで彼女と離れ離れになってしまった。私は多くの人と剣を交えてきた。立場も理由も心境もその度に違っていたけど、一つだけ変わらないことがある。それは相手の意志が私と同じように揺るぎないものだと知っているからこそ、私もだから私が断ち切った可能性も、叶わぬ理想も、消えた願いも、全て私が背負っていく。私が尊敬すべき全ての意志を背負うわ。それでいい。他人の矛盾と向き合ったお前はすでに枷を背負う勇気を持っている。体が急に重くなった。来なさい、まだまだ背負えるわ。己の本心を捨てる覚悟はできたのか、人類の律者。お前は平穏と安寧を望んでいたが、運命がお前に与えたのは終わりのない抗いのみ。前に進めば進むほど嵐の中に沈んでいく。見ろ、お前が命がけで守ろうとした相手の結末はこんなに近くに。そしてお前はその手で彼女に終焉の冠をかぶせることになるかもしれない。その覚悟はできたのか？もちろんよ。平穏と安寧、それは確かに私が願ったものだった。今でも千葉学園やセーフレイヤーにいた頃の夢を見てしまう。でもこの世に当たり前のことなんてない。どんな時代でも人々は重荷を背負って同じ道を進んでいる。それは見捨てることでも裏切りでもない。私と彼女の共通の夢なの。自分が選んだ明日のために私たちは全力を尽くすわ。たとえ本当に終焉の冠があったとしても、それは一人だけのものじゃない。己の矛盾と向き合ったお前にはすでに枷を握りしめる覚悟がある。またこの感覚。私は自分の意志。いいわ、来なさい。
世界を裁く覚悟はできたか、起源の後継者。この世界は人類だけのものではない。無機物と有機物がこの大地を共有している。人類の次世代、機械生命、あるいは聖魂のイデアも人類と対等な存在だ。自分を基準にして軽率に批判する資格など君にはない。それはうぬぼれゆえの非難であり、それでもその覚悟はできたのか。そんな資格は誰にもない。聖魂にだって人類を滅ぼす資格なんてないわ。私はただ人類の一員として失ってはいけないものを守ろうとしているだけよ。自分の理想を持ち続けるためにどんな対価でも支払う。それは人類の傲慢であると同時に人類の誇りでもある。それなら傲慢と誇りを一緒に持ち続けてもらえばいい。さまざまな花が一斉に咲き、善と悪が共存する。そしてこの世界の本来の姿でもあるの。耐えられないほどの痛みを伴うとして、耐えられないほどの痛みを伴うとしても、君の答えには何の嘘もない。世界の矛盾と向き合った君はすでに枷を冠に変えることができる。体がどんどん重くなっていく。神話と同じように、これは真実を前にして人類の心臓が魂に与えた重さなのかしら。構わないわ、キアナちゃんもエリシアも似たようなことを何度も経験してきたはずだもの。いいえ、彼女たちだけじゃない、みんなだって同じかもしれない。私たちはそれぞれ違う角度から世界という絵巻物を見てる。みんなの夢が絡み合い、溶け合い、争いの波があっても海の水のように互いを区別したりしない。あなたがいつもみんなを愛してるって言ってた理由が少し分かった気がするわ。こんな人々を、こんな世界を愛してるから。一つの星と一つの光の島の夢を見た。その輝かしい暗逸の中で私は生まれる。そこで私の命は果たすべきことを果たすだろう。まるで秋の日の稲田のように、エリシア。ようやくあなたの気持ちを理解できたわ。この世界はこんなにも美しく、活気、正気、愛、そして希望に満ち溢れていて、思わず守りたくなる。この世界はこんなにも残酷で、矛盾を生み罪を付加させていて、そのせいであらゆる美しいものが戦い続けなければならない。でもそれが自由。責任を背負いながら自由に動き、人々を救いながら天真爛漫のままでいる。私たちは律者、善悪云々の前に自然の代弁者、信念の化身。だからこそ私たちは天と地の架け橋となり、現世と常世をつなぐことができる。天使がいなければ天使になればいい、楽園がなければ
園を作ればいい。この世に二人目のあなたは存在しない。でも大丈夫だって、みんながあなたになるから。私たちはこの世界を守りたい。愛する人々のために全てを捧げた人がいたから、私たちはこの世界を守りたい。私たちはここで大切な人と出会い、笑い合い戦ったから、私たちはこの世界を守りたい。ここは私たちの存在する場所で、かけがえのないたった一つの帰る場所だから。私たちにも分かる、理解できる。今の私たちはかつてないほど起源に、エリシアに近づいてるって。だから答えて、エリシア。まさかここにたどり着ける人がいるなんて。じゃあ私もちゃんと挨拶した方がいいかしら。はーい、気分はどう？やっぱりあなたなのね、エリシア。あなたが私を呼んでいたのね。新世代の律者ライデン・メイ、この果ての地で運命は私たちを結びつけてくれた。エリシア、どうかした？新世代の律者。そうだったのね。私はどうしたの？あなたの顔とても悲しそうだわ。いいえ、なんでもないわ。ずっとやってみたかったのよね。どうだった、メイ？びっくりしたでしょ？確かに私の知ってるエリシアだわ。あら、喜んでくれてるのね。もちろんメイの知ってるエリシアよ。だって私はメイの心の中にいるんだもの。でもそうね、そういうロマンチックな言い方をしなければ、私は実在する存在じゃなくて、起源の権能がメイの心の中に投影した存在なの。そのおかげでメイの知ってる全てのエリシアがこうして奇跡のように統合されたのよ。そういうことだったのね。つまりここは楽園でも聖魂空間でもなく、私自身の律者コア。私が体験した全てのことは、起源の権能が私自身と融合する過程。あら、100点満点の回答よ。楽園の洗礼を受けてメイは名探偵になったみたいね。つまりビリビーのバックドアは本当に。メイったら、またうっかり詐欺にあったのね。メイに見つけられるまで起源の権能は5万年も眠っていたの。ここは終焉の序幕、新世代の先触れ。あらゆるすでに語られた物語と起源の地よ。
ビルビーが残したバックドアはメイの伝承と記憶を通してあの手紙で眠った奇跡を呼び覚ますためのものなの。もう存在しないはずの起源の律者がもう一度あなたの魂の奥底に現れるよ。本当はメイがいろんな角度から経験してきたこと。ええ。メイが私たちを覚えてくれる限り、この物語は消えない。ほら、嘘はついてないでしょ？ええ。でもこれは、ビルビーでさえ確信できなかった結果、正真正銘の奇跡なの。そして、奇跡が起こったのは、きっとメイが私に会いたがってたからよね。そうでしょ？ええ、ずっとずっと、もう一度あなたに会いたかった。あなたに私の答えを、ちゃんと進む道を見つけたってことを伝えたかった。ずっと覚えてるって伝えたかった。ああ、しばらく会わないうちに、メイはますます素直になったのね。でも私だって負けないわよ。このことに関してメイに譲るつもりはないわ。だから場所を変えてみない？もっと女の子にふさわしい場所に変えましょう。じゃーん！エリシアの魔法はビルビーの魔術よりすごいでしょ？ビルビーの魔術だったら私たちは今頃火星にいるかもしれないわね。確かにここは私のお気に入りなの。火を追う十三英傑の会議長、古の楽園の入り口。メイが楽園を旅した中で最も馴染みがあって安心できる場所。ええ、私たちが最初に出会った場所でもあるわ。ねえメイ、私と昔話をしない？私メイの話を聞いてみたいわ。ビルビーの手紙は私のすべてをあなたに届けたはずだけど。でもメイの口から聞きたいんだもの。わかったわ。やっぱりメイが一番優しいわね。それにメイの話を聞いただけだけど、とても可愛らしい子だと思うわ。そんな可愛らしい女の子と喧嘩するなんてメイ、よくないわよ。ええ、わかってるわ。ブローニャも素敵だったわね。自分から律者になることを選ぶなんて私たちの時代では考えられなかったもの。それもあなたのおかげよ。私は百分の一の始まりになっただけよ。メイたちの委員長フカもそれほど長い人生、それほどの苦難を経験して、もうそれにその四季の律者も空の律者、風の律者、陰氷の律者、支配の律者、そして侵食の律者も、それぞれ違う形で人類と対立していたのは残念だったけど、でも彼らの悪と憎しみは人間性によるものだった。あの世代の律者に比べれば、彼らは崩壊によって支配された抜け殻なんかじゃないわ。この話を教えてくれてありがとう。新しい世代の人々が手にした変化を聞けて本当に嬉しいわ。でも今の話の中で私が一番感動したのはどれだかわかる？なんとなくまともな答えじゃなさそうな気がするわね。もうそんなこと言うなら教えてあげないわよ。知りたいわ、教えてエリシ。答えはね、本当に
長い物語だったわね。それは古の楽園そのものが含まれているからでしょうね。たとえ未来を変えられなくても、私はその結果にたどり着くまでの過程を自分で決めたい。大事なのはこの旅の中で私が何を信じたいと思ったかな。あなたが残してくれた言葉を私たちは現実にしようとしているわ、エリシア。大人になったわね、メイ。どう？あなたをがっかりさせることはなかったでしょ？メイが誰かをがっかりさせることなんてないって私は前から言ってるでしょ。それもそうね。何しろ私は最高の先輩たちに出会えたか。あの時古の楽園に入ってあなたたちの物語を見届けて、その物語は私に感動を与えてくれて、私を成長させてくれて、私はあなたたちの足跡と意志を伝え続ける。こんなにも鮮やかに、英傑たちの物語だけじゃない、キアナちゃんの物語、ブローネちゃんの物語、委員長の物語、そして美しい世界のために全力を尽くす。だって私の周りには自分のことを考えないバカばっかりなんだもの。より多くの人たちに感動を与えて、この複雑な世界に向き合う力を、心に恥じない決断をする勇気を持ってほしいの。ああ、一人の律者としてこの理想は少し。そんなことないわ、古の楽園が存在した理由だって。メイはとっくにヒーローたちの一員よ。ありがとう、エリシア。気づかないうちに私も英傑たちと同じようにあなたに影響されて色々と変わったわ。それこそが、あ、そうかもしれないわね。だとしたら今のメイも同じ力を持っているはずよ。こんなことを考えるようになるなんて、こんな日が来るなんて思ってもみなかった。今にして思えば本当に遠回りした気がするわ。メイ、人の成長は一瞬で成し遂げられるものじゃない。困惑したり、嬉しいことも苦しいことも、全ての要素が一つに集まったからこそ、今の大人っぽくて強い目だから、自分の全てを受け入れましょう。あなたを愛する人はその欠点も含めて愛してくれるはずだもの。ええ、約束する。じゃあそろそろ出発する。ええ、私は起源の律者になって私の果たすべき使命を果たすわ。あら、まさかメイまだ気づいてないの？気づいてないって何に？ここにたどり着いた時からメイは起源の律者なのよ。というより起源の律者になったからこそメイは起源の地にたどり着き、私に会うことができたの。じゃあベルビーが残したビーコンって？メイ、私を呼び覚ましてこの姿で出現させたのはビルビーのビーコンとメイの願い、どっちだと思う？もう答えは分かってるでしょ。メイの意志がなければ私はメイの心の奥底で眠ったまま、こんなに近くにいるのにすれ違うことになってた。メイ、あなたは自分が思っているよりずっとすごいのよ。私はそれは本当に驚いたわね。もしかしてまだ実感が湧かないの？もっと儀式的なものが必要なのかしら。例えば綺麗な新しい衣装とか、先輩からの愛の教育とか。メイがどうしてもって言うなら。それじゃあどちらもお願いするわ、エリシア。あら、メイってば貪欲になったのね。もともとメイには話したいことがたくさんあったし、
私のセンスもきっとメイを満足させられると思うわ。エリシア、あなた本当に私の心の中の投影なの？これは本当にただの夢なの？メイ、どうしてそんなことを聞くの？だってもう答えは分かってるわ。だってエリシアはエリシアだもの。その通りよ。ありがとうメイ、私を見つけてくれて、そして最後の最後に本当に。せっかく私が真面目な話をしたのに、メイ、ぼーっとしてどうしたの？あなたが言ってくれたんじゃない？進みたくない時は足を止めていいからって。それとも私のこういう成長は好きじゃない？もうメイったら悪いことまで覚えたのね。好きじゃないわけないでしょ。言ったはずよ、メイが私たちを覚えてくれる限り私たちの物語は消えないって。でも今にして思えば、この言葉は少し保守的すぎたかもしれないわね。だって今のメイ、そしてメイの仲間たちはみんな私たちだもの。それなら私たちが消えるはずがないわ。それじゃあ始めましょう。誰も歌わなくなった歌をもう一度歌いましょう。歴史に封じられた物語に新たな章を書き加えましょう。高潔で純真なる魂を旅に出ましょう。逆襲の獣の加護が空夢の自由を与えますように、都政の羽の加護が不肖の権利を与えますように、改正の官の加護が軍政の純真を与えますように、食性の蛇の加護が無限の渇望を与えますように、黎明の将の加護が極光の意志を与えますように、寸断の刃の加護が刹那の覚悟を与えますように、前方の瞳の加護が典型の知恵を与えますように、栄光の炎の加護が黄滅の誠実を与えますように、釘の箱の加護が螺旋の奇跡を与えますように、紅葉の歌の加護が黄金の輝きを与えますように、神材の檻の加護が戒律の慈愛を与えますように、無人の剣の加護が旧姓の理想を与えますように、無我の人の加護が神我の帰還を与えますように、ここに称賛しましょう。起源の律者の誕生を。次はメイの出番よ。今日の主役、準備はいいかしら？ええ、このステージを任せるわね。
ありがとう、エリシア。本当に不思議な感覚ね。みんなここにある。起源の律者の力、そしてあなたの気持ちも、私は私たちの意志を見ていてくれるわよね。私で終わり。